ザラのバッグをオーダーしました。イエーイ。皆さんこんにちは、 NMB48 の原かれんです。聞いてください。さっきね、ザラでいつもお買い物してるんですけど、バッグを見つけました。しかもね、オーダーで刺繍を入れることができて、刺繍もお願いしちゃいました。見てくれる？見てー、このバッグ、青い紐がついてるバッグなんですけど、紐も色を選べました。夏やから水色にしてみました。かわいい。麦わらっぽいジュートっていうの、麦わらと言わないのミニバッグを、ちなみに文字ピーローってオーダーしました。その刺繍の色はフクシア。フクシア何色か分かりますか？これ聞いただけで分からないよね。ピンク色です。やっぱりカレンは今日も着てるけどピンクが好きなのでピンク色にしました。これもザラで買ったお洋服です。夏使えるカバンが欲しかったので注文しちゃいました。どんな感じで届くのか今からワクワクです。ドキドキしながら待とうと思います。また届いたら報告するね。お楽しみに。皆さん、もう届きました。見て、ザラのバッグ2日で届いちゃいました。早速開けていきます。こういうのシールはね、ビリッとやりたくないタイプなので丁寧に開けていきます。ひゃー、かわいいバッグが届きました。見て、ピロっていう刺繍がちゃんと入ってます。紐はブルーの紐で、大きさはこれくらい。腕に通したらこんなね、めっちゃかわいい。こうやって肩から下げてもいいし、手でね持ってもいい、この長すぎないいい長さですね。中も広々、いっぱい入りそう。口も広いしいいですね。こう口狭いのからあんまり苦手でね、こうカバッて開けてちゃんと中身取りたいしちゃうから超いい感じです。ポケットもついてるし、マグネット付きの、ここにあれかな、家の鍵入れたりしたらいいのかな。彼はネックレスとか、ね、お衣装に着替える時とか外さないとなんですけど、そういうのもここに入れれますね。マグネットあるから安心。じゃあちょっと早速もう入れていこうと思います。ピロピロ。これはお化粧ポーチですね。リップとかコームとかアイラインとか目薬とかね、香水とか。あとはこれは自撮りのスタンドです。伸ばせるしね、こうやって取れるし、これ立つね、こんな感じで。これを折りたたんでやったらこんなにちっちゃくなるね。感動。なんで絶対入れてるものといえばスヌーピーちゃんのねエコバッグで、しかもこのパステルカラー超可愛い。高校生の時から使ってる、ミュミュのお財布。あとはネイチャーリパブリックさんのビタミン C のスティック。これはお化粧の上からとかでも使える、こういう回したら出てくるスティックタイプのビタミン C なので、気になった時、乾燥気になった時に塗ったりするのもいいみたいですね。これも毎日持ち歩いてます。ビタミン C 大事。寝る時お風呂上がってから使うパックもビタミン C の、最近ずっと使ってて、ビタミン C 大好きなのでずっと使ってます。これはネイチャーリパブリック一緒のところの、回したら出てくる。これをこう、なんとびっくり、日焼け止めなんです。しかもサラサラ、日焼け止めの気になるベタベタした感じがしなくて、サラサラの、しかもスティックタイプっていう超便利な日焼け止めです。持ち運びも便利やからね、愛用しております。これからの季節大事、日焼け止め。これも入りました。あとはね、彼は携帯をめちゃくちゃ使うので、自撮りしたりとか SNS 更新したりチェックしたりとか好きなので、充電コードとコンセントですね。めちゃくちゃ可愛くない？この色も好きやし、猫ちゃんなのも最高、最高です。これはね、ピロピロチャンネルカメラです。これも入れて、まあ、きっと2個持ち歩いてるんですけど、もう1個も全然余裕で入ります。と入れてもこんな感じでしっかり入りました。まだもうちょっと入れられそう。これからの季節ね、水分補給も大切なので、 500ml のペットボトルも余裕で入りそう。いいね、ほらこんな感じ。かわいいワンピースとか
デニムとか、うん、スカートもいけるし何でもいけそう。これからの季節に、ね、今年の夏大活躍しそうです。いっぱい使おう。いい買い物ができたなと思ってます。ということで今日はカレンの購入品紹介でした。こんなに早く届くと思わなかったのでびっくり、急ぎながら撮影したんですけど、また購入品紹介とかもできたらなと思っていますので皆さん楽しみにしていてくださいね。またねー。早速もお出かけに連れて行っちゃいました。今日も見てくださりありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また見てね。ピロピロー。